はい、皆さんこんにちは。 AT&T インディーゲーム沼です。いや、ついに来ましたよ。東京ゲームショーでね、なんとかプレイできたんですけど、ずっとプレイしたかったこのスタッフキームーミン谷のメロディーのデモ版がやってまいりました。もうね、ムーミン好きの僕からしたらたまらない作品ですね。スナフキンが主人公のアドベンチャー作品になってるみたいなんですけど、まあ、それ以外のね、ムーミンとかスニフとかミーちゃん、ムーミンパパとかね、おなじみニョロニョロとかがどのタイミングで出てくるかっていうのもめちゃくちゃ楽しみな作品です。いや、すでにオープニングから幻想的な世界が期待できちゃうんですけど、どんなゲームか見ていきましょう。ムーミン、いつもの橋だ。ムーミン谷に入るところの橋、ちょうどスナフキンが旅立つところなのか。そう、ムーミンたちはね、冬の中、うわー、シガーロス流れてる。めちゃくちゃ有名なシガーロスの曲流れてるじゃないか。アンタイトルドに入ってるやつだったっけな。名前は忘れた。後で書いておきます。泣いてるよ。そう、ムーミンたちね、冬眠しちゃうんだよね。うわ、これやばいな。春になったらこの橋で待ってる。ムーミン、春になったらこの橋で待ってるよ。さようならムーミントロール、春にまた会おう。こんな感じの声だった気がする。去っていく、去っていくスナフキン。そうか、ムーミン谷を出てからの話なんだ。秋のムーミン谷は綺麗ですね。いや、やばいな。このゲームサウンドトラックはアイスランドの世界的バンドシガーロスが手掛けているということで、いや、これはやばい。大好きなムーミンと大好きなシガーロス掛け合わさった作品になっています。ハーモニカとリュック一つ持って旅に出る自由な男スナフキン。でもこのスナフキン、何々してはいけないとかいう看板を見ると、こうぶち切れて看板を引っこ抜くような最高野郎なんですね。お、ちょうど秋が春になりそうなとこなんだ。雪が溶けて春になりそうな時になり、ムーミン谷に向かっていくところからゲームがスタートしていきます。新しいクエスト、そろそろ冬眠から目覚めてもいいはずだ。友との再会、春になるとムーミントロールはいつも橋のそばで待っている再会が楽しみだ。よし、行こう、ムーミンに会いに行こう。こんな感じで走れます。 L でダッシュできるって言ってたかな。でゲージの中はダッシュできるんだね。うん、春になりかけている、雪が溶けて春になりかけている、いい感じの風景。そしてこの太陽のきらめき、海の光の反射、めちゃくちゃ表現いい感じで、スナフキンが歩いてる感じもいいですね。うーむ、やばいぞこのゲーム。 X、 本当に本物？おや、そこにいるのは誰だい？小さな生き物、パワ、誰なんや。出ては来ないんか。スルーしちゃってよかった。 A ボタンでジャンプ。何かを飛び越えたいときは行きたい方向へ歩きながらジャンプすればいいんだ。ジャンプ、 A ボタンでジャンプ。ジャンプとかもあるんか。ちょっとアクション要素もあるのかな。ん？またここに出てきたぞ。やあ、君の名前は？ひゃあ、喋れるなんて恐れ多い。どんな？スナフキン、どんなに崇め立て祀られてんの？ちなみにスナフキン、日本名なんですよね、スナフキンって。スヌスムリックとかいう名前だったかな。タバコを吸うものみたいな意味だった気がする。あ、来た来た来た。えへん、あなたは偉大なるスナフキンですね。いや、君の名前は？え？これまで僕に名前を聞いてくれた人はいません。多分、僕があまりにも小さくて役立たずだから名前を持つことができないんです。寂しすぎるぞ。誰だって名前を持つにふさわしいと思うけどね。本当にそう思いますか？よかったら僕の名前を考えてくれませんか？それはそれでめんどくさいな。
すまないが、僕はムーミントロールに会いに行くところなんだ。意外に白状。大丈夫です、お供します。この辺り案内しますよって。なんか小物感すごい。七種の生き物、不思議な生き物に名前をつけてあげよう。クエストログ、上ボタンか。はいはいはい、上ボタンでこれが開くと。友との再会、七種の生き物。どうやら一人旅は終わりのようだ。こうやってクエストをこなしながら前に進んでいく感じですかね。いや、気になる。早くムーミンに会いたい。あのカバ野郎に会いたいぜ。カバ野郎妖精に早く会いたい。君たち、なぜそんなに急いでるんだい？イタチか？動物たちに何が起こってるんです。追いかけるべきでしょうか？ん？ジャコウネズミだった。水漏れを見つけたら水の流れる先へ行くのかね？それともその源を調べに行くのか？てんてんてん。彼らが来た道をたどるがよい。そこに答えがあるじゃろう。オッケー。なぜムーミン谷から逃げているんだろう。 A で壁登れるよ。うん、登っとる。ジャンプもできるし、壁を登ったりもできる。拾う。 X で物を拾ったり持ったりできるよ。置きたい時も同じボタンだ。これか。ああ、持てるんだ。置ける。あ、これ乗っかれるのか。そういうことか。これを置いて、もう一個ぐらい持ってっか。いや、ちょっと待て。ありがとう。ありがとう、ありがとう。素晴らしいアドバイスをありがとう。これを持ちながらジャンプして、置いて。OK。僕に音楽を聴かせてくれませんか？どういうこと？ハーモニカを聴かせろとでも言うのかね？多分後で。あまり気が乗らないんだ。こっちは自由だからね。あ、上だ。上でした。砂付近。そんなところを進んでいかないとムーミン谷に戻れないのか。なんて険しい場所にあるんだ、ムーミン谷。この石を持って、落とす。落としたりもできる。X で持ち上げて、いや、この絵本味のあるね、風景が結構そのまま動いてるんで、ここの滝とか、ここの木々のざわめきとかさ、よく表現されてるよ。いや、これマジで、めっちゃいいわ。移動しながら X 長押しで押すことができるよ。女、こんなの押すんかい？スナフキン！思った以上のパワータイプ、スナフキン。さすがに重いだろ、この岩は。そして滝の上を登っていく。まあ一人で生活してるからな、これぐらいできるのかもしれない。あの親切そうなおじさんが渡るのを助けてくれるかも。ハーモニカを吹いてみてください。これ、並外れた力を持つハーモニカ、力強く魅力的なメロディーで五感を目覚めさせる。 RT か。 RT 長押してハーモニカを吹こう。なんなんこの生き物。この生き物マジでなんなん。海坊主みたいな。ハーモニカ吹けるんかい。おお、連れてってくれるのか。なんて便利な。ってなんだこの絵。お前ついてくる。そうだ、忘れてたよ。お前ついてくるの忘れてたよ。これハーモニカ吹けばいいのか。ひらめきが足りない。おっと、まずひらめきを見つけないとね。ひらめきを見つける。そうそう、音楽を聴かせるにはひらめきが足りないみたいです。ひらめきとは。ひらめきを探してみては。これは何なんだろうね、この壁画。またいた、海坊主。また現れた。またハーモニカを聴かせてみるか。こうして叫ぶの何なん。一緒に歌ってるのか。なんかシュール。坊主の頭に乗っかって移動するのシュールすぎんだろ。ひらめきを集めるには茂みの中を走ってみてください。そんな簡単なの？
あの茂みの中にはそれがぎっしり詰まってる気がします。なんていう便利なナビゲーターだお前。名前は分からんけど、これか。なんか左上の音符のマークにくっついた。あの茂みを見てると何かひらめきそう。ちょっと手が届きそうにないけど、ハーモニカを吹いたらあの鳥が助けてくれたりしない？カラス、目がいっちゃってるな。円を描くように鳥を飛ばせる。黒い鳥が円を描きながら飛ぶように演奏しよう。演奏をやめると鳥も止まるよ。ハーモニカ？ハーモニカを吹くのやめると、あ、こうやってで、ひらめきが増える。こいつにアタック、こんな風に手に入れるの？なんかすごい、すごい手に入れ方。このカラスの突進方法すごいな。で、次どこに行くんだ？またここはザワザワしてるぞ。ひらめき結構めちゃくちゃある。思ってた以上にめっちゃある。ひらめきを手に入れていくと、もしかしたらレベルが上がるのかもしれないって思った。お、上がったぞ。レベル2。ひらめきが体の中を駆け巡り、もっと心に響く音楽を演奏できるようになった。音楽に反応する生き物が増えたよ。そういうことか。これはハーモニカレベル2じゃないと反応しないんだ、この子は。ほう、やった。ついてこさせて。ついてくるのか。なんてこう、なんてことだ。キモい生物、キモ生物がついてくるようになった。これこのままだろうね、多分。なるほど、なるほど。手を持ち上げてこいつの上に乗って登れるようになったのか。なんてこった。すごい攻略方法。お、レベルアップした。またレベルアップした。レベル3になった。これ中入っていけるのかな。 OK、 ちょっと別の毛色の場所に来たぞ。縦札、規則、この自然の中に引っこ抜いてやる。誰がこんなことを。ふざけんじゃねえ。僕の自由を妨げるんじゃない。やばいやつだスナフキン。これ初めて聞いたとき、スナフキンやばいやつだなと思ったんだけど。公園にあるさ、サッカーするな、何々するな、ゴルフするなっていう看板があったら、スナフキンが全部引っこ抜いていくよ。あそこにあるのはなんだ。お、所長。公園版、覚えておくように、これはとても重要な仕事だ。え、イエスサー。何の仕事でしたっけ。はあ、常に規則を守ること、24時間に年中無休でだ。我々はここに未来の谷を作るのだ。行っちゃった。公演版、あのトイレ休憩はどうなります。トイレ休憩はして、で砂付近でここに突っ込んでいくと、入ってくれるなと。私が用を足している間見張っていてほしいのだ。もう早速トイレに行ってしまったね。こんなことが許されてたまるか。縦札を3本すべて引き抜いて警察を追い出し自然を取り戻そう。規則？縦札なんて腹立たしい。そんなものは許さん。わしの前では許さないぞ。僕の前ではそんなことは許さないぞ。公園は自由なんだ。まあそれそうなりますわな。顔よ、顔。この顔好き。ムーミンのこの顔めっちゃ好き。隠れて見てた。規則を取っ払えば警察もいなくなる。この公園にある残りも全て引っこ抜いてしまおう。はっはっはっは。無駄無駄無駄って。ルールなんて無駄なんだ。うお、どうした？スナフキンどうした？そんなところまで？人工物全部引っこ抜く気？自然が物が、自然が戻ってきたぞ。そんなバカな。人工物を取っ払うと自然が戻ってくるのか。スナフキン、いいことをしてるのか、何してる、悪いことしてるのか、よくわからん、もはや。おお、めっちゃでかい公園があるぞ。ふんね、結構いろいろあるね。また憎たらしい公園だ。道が塞がれている。
キャンプ禁止、お茶禁止。花は何だろう。これキャンプ禁止でしょ。公園すごいよくできてるんだよな。お、なんだ、鳥、名前鳥。様子がおかしい、ヒナが一応動けなくなってるみたいです。かわいいな。ヒナを助けてやろう。悲しい顔してるのはそういうことか。心配しないで、スナフキンが子供たちを助けてる間、僕がそばにいる、僕がそばにいてあげる。いや、僕は助けるなんて一言も言ってないぞ。早くムーミン谷に行きたいんだ。これか、これを拾って、ご都合主義的に岩があるもんだ。だがそれを突っ込んでは野暮なもの。しかしレベル3、このヒナレベル3。ミミミー、行くよ。み、かわいい、かわいいっていうか、何この簡易的な顔、間抜けな顔、めっちゃ好きだわ。ママと会えたね、なんという喜び。まだ様子がおかしいですね。もしかしたら他にも迷子になっているヒナがいるのでは。探してくるよ。わかったよ、探してきますって。 X で長押ししながら引く。いた。なんでそんなところにいるの。あ、来た来た来た。 OK、 これで3匹捕まえたから、そろそろ僕はムーミン谷に行かないといけない。ヒナに構ってる暇はないんだ。鳥さん、まだなんかい、まだいるのか。ティー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 、なんて素晴らしい響きなんだ。感動で涙が出ちゃうよ。もしかしたらティーティーっていう名前が君に合うかもしれないね。急に名付けられた。ティーティー、僕とても幸せです。でも幸せすぎるっていうか。それじゃあ、ティーティーウーというのはどうだい。初めは明るく、終わりは少し悲しそうに終わる。ティーティーウー、明るくて悲しくて、そして美しい、まるで人生みたいです。気に入りました。急に人生について語り出すティーティーウー。僕はもうスナフキンに会った人じゃなくて名前があるんだ。モブからね、ティーティーウーに。そう、たくさんの責任が、今すぐやらなきゃ。お、クエスト完了。迷子のヒナのクエストは完了しました。TTU のクエストも完了。七種の生き物のクエストも完了か。去っていく。おうおお、行っちゃった。鍵あったぞ。鍵ゲット。ててててー。よし、じゃあ鍵を持って、 TTU もいなくなっちゃったし。お前いなくなっちゃうんかい。ついてくるんじゃないのか。さあ、縦札を抜こう。8本すべて引き抜いて警察を追い出そう。ちょっと待って、まさかステルス？急にステルスアクション入るん？あ、こうやって入れるんだ。中に、茂みの中に。でもちゃんと警察の範囲がさ、見えてるのが優しいね。このゲームの優しさ。お、ここの中にひらめきが入ってた。おっと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 。これは範囲が結構でかいぞ、こいつ。所長、あの公園版は自分の像を建てたのか。ぶち壊してやろう。うら。さらにもうちょっと破壊しときたくいいかな。結構あるなぁ、縦札。彼が、神手を見ている間に、茂みの中に潜り込んで、やり過ごすとしよう。めっちゃいるなぁ。見張りがめちゃくちゃいるぞ。そんなにいなくてもよくない？スナフキンっていうさ、公園の縦札を引っこ抜くサイコ野郎が大量に発生してるから。警戒されてるじゃん、スナフキン。お、あの鳥もやけに静かだ。何か音楽を聴かせてあげようか。ハーモニカここまで聞かして、なぜ気づかれない。こうやってね、ムーブしながら進んでいく。おっとっと、びっくりした。これは、
っこ抜いてる間に間に合うかな。間に合わなそう。帰ってきちゃう。いや帽子が見えてんのよ。帽子が。そこも可愛いとこなんだけどな。この目のマークなんだろうね。まずい。何時誰も見るべからず。さあ、看板どこだ？よし。アタック！抜くぞ。で、鍵も取るぞ。すごい。隠れ身の術かのように取っていく。ぶち抜く。まだ一個あるな。んで、いけるか？絶対見えてるけどね。スナフキン絶対見えてるけどね。うわ、早い。ああ、バレた。危ない。バレるとそうなるんだ。見つかっちゃうとそうなるんだ。追っかけてくるんだ。ケイ。スナフキン、落ち着いて。スナフキン落ち着いて。公園を抜けたんだ。え？川が枯れてる。ムーミン谷の。なんだ？川がなくなってる。それにムーミントロールがいない。何があったんだ？顔。そりゃそんな顔になるわな。でもムーミンのお家があるはず。うわぁ、ここまでか。めっちゃ先気になる。おい、ムーミン出てこないんかい。はい、こんな感じでスナフキンムーミン谷のメロディーをプレイしてみましたが、いかがだったでしょうか。結構ね、大人から子供までいろんな方が楽しめる音楽をうまく使ったアドベンチャーゲームになっているなという感じがしました。まあ、それ以外にもね、絵本のような雰囲気、ムーミン谷のね、キラキラした世界観をすごく楽しめるので、ムーミン好きには本当にたまらない作品です。このゲーム2024年上旬にはリリースを予定しているので、楽しみに待ちましょう。普段はこんな感じで面白いインディーゲームをたくさん紹介してますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンでぜひ応援お願いします。それではまた次のゲームでお会いしましょう。じゃあね。